はい、こんばんは。この世は老いも若きも、ことであれですね。あ、でもほらちょっと前にリメイクされてたから、うん、はい、ということで、ややのほらタイトル見てください。グッバイカメラ屋ですよ。まあ、カメラ屋もややもね、見て誤飲は語呂は見れますからね、いいんじゃないですかね、ですね。ということで、こちらの枠で、しばしお楽しみください。老いも若きも下台があるスタタイガー？はて。さあ、もうとりあえず今、マックス今延長を取ったので、これであれですね、あのマットマウス時間、時差が発生しても大丈夫です。ということで、僕ちょっとね、あの大魔界村、あのややの あんま興味ないの見てたプラス喋ってたんで、タバコ吸いたくなったんでタバコ吸ってきます。アメリカから、アメリカから、海外から、クリスさんとショーンさん、そしてシューさん、ややさん揃ってますよ。さあ、手前の2台は配信することができます。奥は配信ができません。で、全部50円ワンプレイなんでね、今日はもうどんどん対戦してってください。9時半、まあ2時間45分ぐらいですかね、遊んでってください。クリスさんとシュウさんがダルシム対剣ですね。奥ではヤヤさんとショーンさん。
さあ、マットマウスが国際交流の場、インターナショナルゲームセンタービッグマウス、さあ現在映しているのが 1P がヤヤさんで 2P 側がショーンさん、サガット対バイソンですね。ヤヤさんが3連勝中と。さあ今回マッツンさんとヤヤさんとシュウさんが、アメリカテキサスに大会に行ってくるということで、その前に、ジョンさんとクリスさんが日本に来てくださると。はい、皆さん待ってます。で、今日はね、クリスさんとジョンさんもがっつり対戦してもらっております。真ん中の台にヤヤさんと、クリスさん、手前の台でジョンさんとシュウさんと、ケン、バイソン、ダルシム、ケンと。下がっとばいちゃった、失礼。ゲージ吐かした後は遠距離でタイガー打って近づいてきたところ、打ったところにボスっといきましたね。さあまだ9時半ですからね、がっつり対戦しちゃってください。2時間半以上ございます、マットマウス時間。待ってます。奥の台でもね、対戦できますんでね、対戦しちゃってください。配信は手前の2セットのみでございます。現在真ん中映してます。チューチュータイガー2の4ヒット。現在対戦している4人は比較的皆様ストイックに向かってますね。まあうちのというか、マットマウスを代表するカメラ屋おじさんだけがうるさいっていう説もあるかもしれないけど、ギャーギャー騒いだりぴょんぴょん跳ねたり体動いたりすることもないですね。昇竜拳打つ時に体が動きますからね。さあヤヤさんとショーンさん一進一退ですね。
さあタイガーを打ちつつ前に歩いて距離感を縮め相手を動かせようとするような感じで動いてますね。対してゲージが溜まったバイソン、ぶち込んでいきたい。さあ遠距離でも端々の距離でも一発タイガーね安易に打ってしまうとおわおわ来てしまうので怖いってなわけで結構じっくり待っておりましたな。マットマウスの王様も今凱旋騎乗凱旋お仕事終わって凱旋来店。エイス、ただいます、帰ってきました。とね、今ね、さっきちょっとね、なんだっけ、なんだっけ、あれだ、クリスが、このね、自腹切り配信は、レギュラーショー、要するに毎回やってんのかみたいな感じだったから、もう全然、毎週木曜日やってますよみたいなこと言ったら、まあ、素晴らしいみたいな感じで、なんかね、土地狂って言ってて、で、クリスはね、アメリカでね、まあ、今回の大会とかそういうのかでも割と、その主催というか運営側の寄りの人間なんだけども、こういうようなのを、まあ、それは面白いし、なんか、土地狂って、そういうあの自腹切り配信、インテキサスの可能性が、いや、マジで、何用意すればやってくれるみたいなこと。こういうのやったら、やれるような環境とか用意したらやってくれるかみたいなこと言われたから、別に環境があるならやるけど、みたいな。何用意すればいいみたいな感じで。その場ではちょっと考えますっていうふうに言ったけど、そういうの自腹切り始め、旅費とホテル代。俺とかややとかは招待だからあれだけど、そこはそういやは、いや、自腹切らないとつまんないじゃん。なんだあのなんだ旅費、安いので済むんだったらあのテキサスは往復で8万ぐらいだよ。うん、はいはい、そういうあの自腹切り配信インテキサス熱くない？激アツじゃないぞ、まさかの海外進出で。散々さ、ほらなんだっけ、他のゲームセンターとかでも、呼んでくれればさ、あのお便りくればどこでもやりますよっていうふうに言ってんのに、お便りくれない中、まさかの、海外、テキサス、そうや、俺とかややとかは、あの3月23日の金曜日の飛行機乗って、で、土日、大会やって、金曜日の飛行機乗って、金曜日に落ち着いて、土日大会やって、月曜日のお昼ぐらいかな、飛行機乗って、火曜日の、3時ぐらい、昼過ぎのに成田に帰ってくるのね。お前休み取れよ、休み取れよ。激アツじゃないだって、どっから配信始めようって感じだけど。成田空港から配信さ、まあ、飛行機乗ってる最中は一応配信できないけど、乗るところ、乗って飛行機で出るところまでと、現地に着いてのところと、あ、ほら、焼肉配信したぐらいだから大丈夫だろ。自腹切り配信、インテキサス。まさかの、どうよ。わかんない。とりあえず、なんか素晴らしいっていうふうに言って、なんかちょっと、やっぱ古いゲームだからそういうのとかを、やっぱ、そう、ゲームのなんか、いろいろそういう配信とか、そういうので、世の中で配信してるっていう、こういう、その行為自体がなんか、いいみたいな感じで言ってて、毎週やってるのでな、毎週やってるよ、このどうでもいいイベントって。言ったら、なんか、もし、テキサスとかそういうようなとこで、できるような、状況とか環境とか作ったら、
やりたいかみたいなこと、ああまあ面白そうだねっていうように答えたら何が必要みたいな、もう全然やってくれそうなんだけどさ、そういうの自腹切れ配信それ一番理想はね、なんだろうな、あのパソコン、そういうのがパソコンの前であのチケットをクリックしてると思って、あの飛行機のチケットをそっから配信したよね。そういうさ、ただいまチケットを予約しましたみたいな。これ面白そうだなってちょっと思ってさ、まさかのそう、国内では不人気超人だけど、もしかしたら海外でね、そう、海外需要、まあ、海外の方がなんだ、ほらなんだか、あのジェンダーフリーだしさね、うん、そうじゃもう大丈夫だよ。まあ実際なんだろうね、やるとしたら何のゲームやればいいんだろう。アメリカでクライムファイターズとかがいいんだろう。かぶった。それ今王様とあれだね、今完全に思考がシンクロしたね。王様もね、今頭の中でね、クライムファイターズみたいな感じで言いそうになったんだけど、あえて言わなかったのに俺が先に言っちゃったみたいな。これがね、あれですよ、コメントがバレるのの、ゆえんですね。そうですね、完全に。翔平さん、どうすか。いや多分ね、そんなん言ったら、いやなんか別に旅費やらないやら招待しますよとか言ってくれそうだけど、俺拒否するから、いらないです。いらないです。なんなら僕がその分お金で僕もらっときますみたいな。ねえ、そんなんでやったら激アツですよ。だってさ、仕事は職場人間とかさ、周りの友達とかさ、知り合いとかにさ、そういえばお前、テキサス行くって聞いたけど、何しに行くの？いや、金捨てに行ってくる。金、意味が分かる。金捨てに行くって何みたいな。金払いに行ってくる。アメリカに金払いに行ってくる。え？はい。うん。ほら、金捨てに行くでわらとか言われてるから。そうそう、金捨てに行ってきます、アメリカに。それ楽しそうかなみたいな感じでさ、ちょっと僕とオトチューンと、いやいや、とで行って、あとね、あともう一人か二人日本人増えるかもしれないです。クリスとショーンが、なんだろう、他なんか誰かいないかみたいな感じで、ちょっと僕とヤヤさんとでも何人かに今当たってるんですけども、そうね、まさかのそれで、ソイヤ暑いね。別にソイヤさんも一つ大会出てもいいですよ、別に。これある意味男らしいとかだけど、完全に男ですよ。そうそう、何しにいたのって金捨ててきたって。まあそんな感じで、あれ、ヤヤさんあれですね、さっき一回なんか負けてましたけど、そっから勝ってますね。やっぱバイソンきついっすか。超きついと。すがれましたね。あれ、シュウ君も、あれですね、クリス、ダルシム、勝ってますね。あ、大郷さん、一応紫から返事来て、ちょっとの、真面目に検討しますとか言ってるから、ちょっとなる早で、もう検討とかじゃなくて、まあ、もうね、即答しろよって感じなんだけど。こんな迷う要素ないでしょ。あ、多分、いやいや、その仕事の休み取れるかとか、そこら辺じゃない？
要するに今のところ多分紫くんを僕らは誘ってます。紫ベガ、いやーすげえ楽しみだな。いやもともと楽しみなイベントであったんだけど、何がいいんだろう。やっぱクライムファイターズがポンと一番最初に浮かんだんだけどさ。いやだから散々なんか俺言ってんじゃん、なんかファイナルファイトとかクライムファイターズの電車みたいのを期待してアメリカ行ったのに全然普通みたいな、もうがっかりみたいな、もう全然がっかり、なんだよみたいな、普通じゃねえかよっていう感じのね。なんでまあ今あれですね、画面上ではアメリカのショーン・バイソンとヤヤさん、あれヤヤまた死んでる、点数1点さあヤヤさんからどうすんだよこれと。ヤヤさんそれはあれじゃないですか、得意のバイソン、サガトレバイソンでどうすんの、あんなバックジャンプでぴょんこぴょんが飛んでくれよ、アホだからボワーとか来んじゃんとか、それ着地アッパーカットでいいべみたいなそんな感じで言ったじゃないですか以前あいつら基本的にアホだからよとか、ね、勝手にオアーとか突っ込んでくんべとかそこはアッパーカットよって松分かったかみたいなそうだよね、ヤヤさんはね結構真面目な話するのもたまにはしますよ。基本的にはね、それバカ話してる時のがね、こう本当バカだなみたいな感じで面白いですね。ですね。ほらストライダー飛龍だったら、飛龍ってあれなんだよね、マブカップとかでもそうだけど、あの結構海外でも人気あるキャラクターなんだよね。なのでその海外でも人気のあるような、うん、ゲームがいいかなみたいな感じはするんですけど、あとは問題はあれですね、あのソイヤがもうズタボロの状況で、まあでもね頑張った、みんなよく頑張ったみたいな感じで拍手もしてくれるんでしょうけど、若干ねがっかりな結果の時には、もう僕が多分いつも通りもうウォシュレットにならなければいけないと思うのでなので僕がケツを拭けるゲームの方がいいかなってイメージはあるんですよね。それはあれじゃないですか、筋肉マン2世のウォッシュは素敵なんじゃないですかあ、いや、いやさん、下がってやめてガイロになったのに、ガイロでもなんか1本取られてましたから大丈夫なの今、それに気づいたらニヤニヤしてますね、死んじゃうさあ、裏剣が届かない死んじゃうってさあ、危なかったですねやっと繋がった。あ、今日はあれですか、ニコード混んでる感じですかね。あ、そっか、あれか、もう明日とかだっけ、あの池袋でやるあのイベント、大きいイベント、あれのもあるから、あれか、みんな配信やらなんやらしてるんでしょうね。何のタイトル出るのか、ストハイブなのかな、やっぱ実際今回のでも今来てるクリスとショーンは多分スト5ではなく本当にただ観戦というかギャラリー押しに来たっぽい感じですけど、なんでね非常にやっぱ でもああいうようなね、やっぱり会場じゃ、なんです、いや会場費どころか誰かしら一人
ソイヤが養う、まずい NG ワード的な感じのショットなんで、よく一方的に勝った今ね。家賃自腹切り配信熱いよね。何配信すんの。いや違う違う違う、いやだからその家賃をソイヤが自腹切られて生活してのんべんならるとしてるのを配信するみたいな。これ完全に寄生虫するカスですねみたいな。ソイヤが汗水垂らして働いた金で生活。さあ今日カメラ屋おやじさんとか言うとあれなんだよね、その呼び方は許可してませんとか言って、カメラ屋お兄さんって呼ばなきゃいけないらしいんだけど、あの人来んのかな。カメラ屋さん来たら多分クリスとかショーンとかも喜ぶと思うんだよね。だってね、やっぱ足払い、まあ、英語で言うところのそのスイープマスターですか。スイープで払う、足払い。格ゲーとかでそのスイープで足払い。スイープで今これ、シュウ君はあれ、留学とかだよ。独裁権限もない。英語で。ショーもね、ほぼほぼ1ラウンドは取ってんだよね。これね、ややさんあれですね、多分テキサスの対選んでな。ねべみたいな。あとね、確かにね、みんなね、相手がダルシム、もしくはバイソンの時には、ややさんはさすがに下がると、ではないです。あ、でもダルシムロング解禁になっててますね。パンツは控えるせいで足生やしてどうするんだよ。ファイトジム。足のない方、あ、今までは ゲルググだってことね、パンツ。パンツ青くなると、パンツ差し替えると、ちょっと更衣室行ってきますみたいな。やってない。やってないって言い訳ですね。 MOVN って何。しかも俺シムってなんだダルシムのシムかなって一瞬思ったんだけどさ、ちょ誰のダルシムだろうと思ったな。この MOVN って何。 MOV 君じゃなくて MOV さんではないと。あ、そう、うまい。よし、うん、シムとか言われると一つやってた方がダルシムってなっちゃうよ。だから MOVの N ダルシムみたいな感じかなみたいな。いや、そういう感じかなって思ったんだけど、
それで繋がらなくて自宅 Wi-Fi ってさっぱり話が伝わんねえなと思ったな。そういやもうややと遊んでもらえない、いい機会だから。さあそんなこんなであれですね、朝まとまって来週はねあれです、そうやの自腹切り配信第137回、137回もやってるのはね、もうねうんざりです、うんざりです。137回目、タイトルはあれですね、ちょっと細々してる感じなんですけど、結構まあやればわかる的な感じの名作ですよ。ざっとね、そうやの自腹切り配信はね、森口博子のクイズでヒューヒュー的な感じので配信ジャックされるって噂が流れてるんですよね。ジャックされると配信ジャック。ソイヤの自腹切り配信のはずなのに、何ソイヤがいないみたいな、いるんだけど、まあいてもいなくてもあんま変わんない存在なんであれですけどね。配信ジャックをさせてくださいと、普通ハイジャック的な感じじゃない、まあ許可で取ってからジャックするもんじゃないと思ったんですけど、ジャックしてもいいですかってさっき言われて、え、ジャックするのに許可って必要なのかなみたいな、全然こんなどうでもいい配信だから何でもいいっすよみたいな感じなんで、自腹切り配信やしたら持ち込み企画全然 OK なんで、何かこんなのやったらどうだろう、こんなのもやってみてくださいみたいなのあったら全然やりますんで意見ください、いつでもお待ちしてます。近いうちにあれですね、そや給料日いつだっけ、15日、15日以降ですねとかになった場合は、ややさんの R タイプとかややさんのモンスターランドとかやらせますんで、いやお金、いや使うでしょ間違いなく、がっつり広い目にあっても大丈夫なように。あとこの間ねちょっとね新サムで広い目にあったから、ちょっとね俺らに新サムは早すぎたので、初代サムスピで天草から、そう水木の前にまず天草からちょっとやっ懲らしめていこうかなとちょっと思いますので、八重さんのガルフォードがまだ火を吹く時代、火が来るかもしれません。前回がねちょっとね、カメラ屋マツン、ややガロボーと、あガロボーいなかったか、うん、結構な人数でもうボコボコにされたんで、あの女だけはちょっとほんと次ゲーセンで見かけたらちょっと言わさなあかんなと、そういうことなので、いやほんとあの女超強かったよな。うまい。なので今あれですね、ソイヤ君が 2P 側ですね、のショーンは多分あれかな、今買い物、ショーンどこ行った、あ、多分お腹減ったって、あはい、来週はザ・グレートラグタイムショーと、あと何にしようかな、あそうだ、のね、ようやっと念願のあれですよ、第1回のなんだ、イデア、第2回のマサオ、第3回のマスダの時に散々ね、知力体力ドミノ運的な感じなので、クイズゲーム、スポーツゲームで最後にまあ、で適当なゲーム、この間結構攻めましたけど、なんですけどもね、とうとう対戦向け、勝負向けのねゲームが島町さんの基盤リストに追加されました。シューティングラブ2007。なので今後はですね、ソイヤ君の連射は本当に速いのか等も確認できるタイトルが入ったので、乞うご期待ですね。いやその手のゲームだったらあれですね、ソイヤ VS ヤヤとかでも十分ならできますからね。ヤヤさんがガエルはアメリカに連れてくわと、アメリカ連れてくってなんだガエルはやっぱ必要ない、それ今まではサガット一人で行くつもりだったの、
ジオングとシャンザクで行くつもりだったのが、ガイルも連れて、ガイルは何なの？え、サガットじゃきつい。ああ、まあ確かにな。ガイル、アメリカに連れてくるつもり、むしろガイルはアメリカにいると思うんですけど。ということで、ヤンヤさんは今回テキサスで使用キャラはサガット。白いサガット、青いサガットとガイル。ということになったみたいですね。僕は基本的に剣だけですね。でもね、場合によって僕の剣もあれで道着色変わるかもしれないですね。あんま、基本的にそのつもりないんですけど。場合によっては、あれですね、相手が武器を使うなら、ね。道着着替えざるを得ないので、なるべくね、でも使いたくないんですけどね。すごいですね、これ。ヤヤさんってだけで60人以上。今日ニコニコあれだな、やっぱ重たいね。明らかになんか、かくついてらっしゃる。ソヤさん、ちょっとマイク持っててください。僕もちょっと何回かやりたいです。細いかげん。10時3分。10時。あれ、なんか来週なんかやるって言ってた？まだ言ってなかった？来週俺のレンダーの速さが試されますね。それをみんなで。笑わせるぜ。あ、なるほどね。で、金俺が払うと。笑わせるね。さてなわけで、画面に映ってるのがヤヤさんと松田さんですね。ツイッターでもツイートしてましたけど、竜ばっかりやってたと。さあ、手前にはクリスさんとシュウさんと。10時5分、あと2時間も遊べますね。お得。多分そろそろカメラさん来るんじゃないかな、おじさんね。さあ、ガイル対リュウ11。お母さんいらっしゃい。あら、ありがとうございます。お母さんが差し入れをくださいました。王様、王様、終電の時間近いっすよ。終電の時間近い。何分？11時何分ですか？あ、
1時間間違えてたわ。ういっもうすぐ逃しちゃうから、もうすぐ案内しようと思って。悪い癖ですよ。そっから歩けばいいやって。さあ今日は盛り上がってますね。海外からクリスさんとショーンさん、そしてヤヤさん、シュウさん、マツーさん、タアさんも来ております。なんかストリートファイターの本が出たらしいじゃないですか。なんだっけ、なんかそれぐらいしか情報が発信できなくて申し訳ないけど、あ、そうそうそう、あれどうなんだろう、ちょっと気になる。今日はね、ニコニコ多分重いんでしょう。先ほどもマツーさん言ってましたが、明日からのね、でっかい大会に向けて。あー、なるほどね。確かに。ニコ生が重いですね。配信自体はすごいスムーズなんだけど、視聴者さんがニコニコ生放送を自体にアクセスするのがもう混んでると。なので一回入っちゃえばね、見れると思うんですけれども、みたいな感じだと思います。一応、ブライザーの更新もしておきますね。まあね、こんなに国際派になってくるとね、 YouTube に移行するという手も。そうですね、相変わらずディスコネクテッド。でも多分これね、配信流れてると思うんだよね、見れてる人は。さあ、ややさんがタバコ吸ってくると。そうなんですよね、こっちのブラウザのだけで一部ユーザーの生放送の使用ができない。あ、そうなんですか。ねえ、体調が悪いか。ニコニコ生放送にログインができない。さあ、この文字は一体何を意味するのか。じゃじゃーん、アクセスが集中して一時的にサービスが供給できない。知ってた。おそらく今ずっと見てた人は
放送流れてると思うけど、コメントもできず視聴もできない、残念。まあ落ち着くでしょう。Round one, fight!
さあ、なんとか配信見れてるかな。まずね、これ流しときますんで、見れてる方はコメント打っちゃってください。86人。
信見てくださってる皆様、画面見えてますでしょうか、というか配信ページには入れましたでしょうか。もし入れてたらコメントをいただけるとこちらも状況が把握できて助かります。状況把握云々っていったところで結局はニコニコの不具合だからこちらとしてはどうにもこうにもなんですが、画面が黄色いのは仕様です。しょうがない。おおお、サブイミナーに、おっと画面が復活。お、見えているよ。いやーよかったね、みんなちゃんと。もうあれかな、現状は不具合を復帰したのかな。安定して入れるようになったのか、それとももうカメラや、カメラ屋さんではないです。カメラ屋さんはまだ来てないね。だからマイクを持ってもらおうと思ったのに、もう次の回戦始まっちゃった。まあ確かにこの色の剣っていうとどうしてもねカメラ屋さんを思い出してしまうけれども、いい感じでちょっと八重さんからアピール入りました。やべえと言ったそばからさすがです。この二人
めっちゃ喋る。カメラ屋さんとはなんか別の方向性で2人ともめっちゃ喋るんですけど。そしてこの 2P 台からこの両替機との距離の近さ。ここです。今の両替の速さはすごかった。流れるようだった。マイク持ちます？今これ配信繋がってんの？繋がった。ただいま、筋肉マン。あ、ニュースすげえ増えてる。いや、カメラさんじゃないですね。今これはあれですね、シュウくんですね。シュウくん来てくれたので、シュウくんと白子そのもの。ワンピー側でもアッパカッと力強く出してますね。もう余裕だべと。もういつの話してんだよみたいな感じですね。じゃまだね、知らないやつは知らないんですよ。いやだからね、もうワンピー側、むしろワンピー側のが最近はお気に入りなんじゃないでしょうかね。スーピー側だとね、生地化でかちょっと遊びが出ちゃうんだけどね、ワンピー側の方が真面目にやるんですよ。それ分かりますよ、僕も。いやー、これきついね。やる。いやー、近づけないですね。画面端になんとか剣は下がっと追いやりたいところ。戦とガエル戦は非常に僕の中では非常に似てる組み合わせですね。とにかく剣が飛ばせるためにいっぱい球を打たなければいけないという。さあ、きついきつい。きつい。第中アッパーカット正面からの最大ですね。さあ、これもきつい。本当にきつい。こののってなんだ。ああ、こんにちは的な感じか。ああ、さあ中大、さあ今はワンピー側
やや、スーピー側にシュー君ですね。さあ、ハドゲ踏んづけさせて、そこからそのまま持っていきたいが。さあ、チューチューチューと。サガットというキャラクターはやはりその弾を打ってその弾で飛ばしてアッパーカットで落とすという、その飛ばして落とすというもうスタンダードな戦い方がメインとなるというか、逆にそれよりサガットはそれしかできないんですよね。もう、まあ、足もそんな速いわけでもなく、その、まあ、龍拳でいうと空中竜巻みたいな、そういう小器用な技があるわけでもないので、うまく球を打ってどうこうということしかできないキャラクターなんですので、逆にそれに対して飛びの球を読んで飛びで対応しようとするとやっぱうんぶてんぶになっちゃうんですよね。なので飛ばして落としかできないサガットを飛ばすぐらい、むしろこっちがシュー君です。コメントを書いてやるか、しょうがねえ。コメントどこで書くんだよ、こうか。赤字ですね。自腹切り配信みたいなもんですね。やればやるほど赤字イベント。あ、重たくなっちゃった、止まっちゃったよ。あとワープしました。さあ、レッパーは当たらない。どっちもやばい感じ。今のはあれだね、微妙だね。ありがとう。うめ。さあ、アッパーカットで、さあ、きつい、非常にきつい。さあ、いまだにあれ 1P、2P 入れ替わるときレバー持ち方変えてる？うん。外側、そう、梅ちゃん持ちでさ、外側で 2P 側でのさ、左側に勝利とかコマンド入れづらくね。うん、ああ、そうね、レバーなんて持ち替えらんないからね。そう、指の間にね、そのレバー挟む系のってね、どうしてもその外側に向けての操作が非常にしづらいイメージがあって、僕も最初はだったんですよね。知ってか知らずか、そのワイン持ちというやつですか、だったんですけども、ヴァンパイアっていうゲームを触った時に、あれ、俺これ 2P 側だとダッシュできねえんだけど、まあ 1P 側でもそのバックダッシュできねえみたいな感じで、ね、レバーの持ち方を変えて、やっぱレバーの持ち方変えた当初はあれですね、全然技出なくなって、んだよこれって思ってましたけど、今もうやっぱ慣れましたね、さすがに。さあ、タイガー、通称のピオリーチ、ピオって大パンアッパーカットと。確かに今のはあ、そう、さっきはあ、タカさんじゃない多分。ですね、今みたいなのも飛び切り食らってもいいので、剣側から波動拳をやめないぐらいの勢いが欲しい。まだ打つのかよこいつみたいな感じので、
さあ体力的には剣がリードしているが、間合い的にはサガットの間合い。さあ中大でアッパーカット、今狙ったが出ず、クルシャスマギで無理やり荒らしたが、ガレッパ微妙に体力がありましたからね、ちゃんと1段目から劣化の削りをしようとして引きつけすぎちゃいましたね。うまい。あとはタイガー2を目の前で空振ってくれたとき、勝利のお尻見せたときとかに、やっぱその、まあ、理想はしゃがみ中パンチのキャンセル大昇竜、まあ、一撃でピュール可能性があるので、そこをやっぱ狙いたいですね。ダイダイで竜巻、タイガーと大勝利で落として、剣が画面端追い詰めて、これは行きたい、アッパーカット出ず、さあ残りタイム少ない状況、さあ今のはもう時間的にも体力的にもしょうがなかったですね。あ、100人超えた、稲葉超え、100人見てても大丈夫と。扱いの差を感じたね今ね。あ、まあ確かにね、俺こないだホークスの時相当ケイちゃんと遊んだよ。いやー、あれ剣、そうね、ヤヤさんはね、実はね剣もうまいんですよね。ワンピー側のアッパーカットの練習は剣でしたらしいので、違うの、サガットでちゃんとやったの。あ、まあさ、確かにサガット背が高いからしゃがみアッパーカット必須だもんね。剣は別にそのままでできるから。今死にかけた、難しい。あ、110番110人通報者です。さあ、やや剣対周剣、さあアルプ勝利探してめくり、アッパー勝利でアルク勝利ミスって、
さあ、ダメ蹴り。おじさん来ないね。わかんないけど、おじさん。噛めないおじさん。さあ、掴んで、掴みが早い、相変わらず。いや、減りすぎだろ。さあ、死ぬのか。さすがにメインではすんなり負けるわけいかないよと。さて、いやーこれニコ生ちゃんはどんなありさまになってんだろうね。ほんとね、重たいのかね。あ、そっか、今日はあれか。仮ゲームも出てんのか。梅使わないんですか。オープンレックとか使う。オープンレックって何。オープンレックって何。レックはレック客のレックかな。いや、なんだろう、おもむろにおもむろにレック客。オープンレック絶対違うだろう。ニコニコより使い勝手いい動画サイト。シュー君、いや、てかせっかくだから入ろう。
チャーカメラ屋さん。確かにカメラ屋さんは登場しましたが、今現在ここに映ってる、黒い剣はカメラ屋さんではありません。シュウさんです。まあしかし今日ね、一時期のあの繋がらなさは何だったんですかね。やはりあのなんとかワールドのせいだったりしたりするんですかね、あれは。マットマウスの王が仕上げるそうです。カメラさんが今戦いに備えてチーズをもぐもぐしながらミルクたっぷりのいちご飲料を飲んでおります。とりあえず恒例事項なんて聞いときましょうか。今日は何の日でしょうか。あ、今年から記念日。俺はもう記念日は語らないと。なんかもう記念日を語ることをやめたそうですよ。こんばんは。宿女の皆様、すごい大成功ですね。
そうですね、マヤさんがいらっしゃるか、せいか。ちなみに今こう、このタイトルも いつものカメラ屋さんじゃないんですよ。もう時代は終わったね。もともと始まっていない。カメラ屋さんも来たら、まあ、今日カメラ屋さんとかこんばんはって言われてるじゃないですか。まだ行けます。なんで半角なんだろう。いや、来たらなんとか、まあ、半角なんですよ。基本なんで、これが半角はね、文字化けするからね、あの半角からはあんまり使わないようにちょっとしつけられてるんですよね。ああ、そういうこともありますな。ありがとうございます。シュウさんの剣は、俺と同じ色なんですけど、すごい動きがね、違って面白いと思います。はいはい、かなり攻撃的な動きをしますよ。歩き昇竜ができるんで、真っ向勝負の選択肢を取れるんですよね。私の場合、昇竜拳じゃないからタイミングずらしたりとかする駆け引きをするんですけど、昇竜拳の場合、相手に合わす駆け引きなんですよね、タイミングを。はいはいはい、と言ってる間に、シュウさんが1本取ってますね。開幕飛び、この辺の読みが結構、まだちょっと苦手なんですけど、はいはい、両方できるんで、ずらすのも、ぶつけるのも、これバランスのいい剣です。あと、出っ歯もできますし。松もちょっと極端じゃないですか、動きが。攻撃のなんか撹乱とするというか、かき回す的な、相手をパニックさせる動きをするタイプなんですよね。今のおしゃれですね、飛び込み、上りジャンプ、竜巻をうまく使ったりとかしてくるんで、パッと動き見れば誰か分かる系の剣ですよね。芋掘り空振りに投げ、つかみと。あ、まあ、これは。ですね、ちょっと最近、ツイッターなのか、ジュオンのジュオン、あ、キラーだったね。ジュオンのその女の主人公と、あとなんかカヤコだっけ。いや、俺はちょっとよう知らんのですよ。その二人が女子会を開くっていう漫画が今なんか流行ってるんですよね。要はホラー映画のそのホラー側の方。そうそれ結構面白くて、ぜひみんな見てもらいたい。これはどうやったら探せますか。それツイッターかなんかで探せばいいですか。ツイッターで探せばいいと思うんだけど、漫画のタイトルとかは。あ、漫画ってその本当の何ですか、発表してるものじゃなくて、あ、ツイッター上になんか上げてる系のやつ。どうやったら検索できるんですかね。僕にちょっと教えてもらいたい。その書いてる人のアカウントなり、ツイッターの名前なりが分かれば、これで検索できると思うんですよね。ツイッターやってないからね。
それがなんかのね、ニュースサイトかなんかで見たんですよね。今これ人気ありますみたいな、ピクシブとかじゃなくて、ピクシブとかそういうのじゃなくて、あちょっと違うと思 う、うん、個人のサイト、個人のつぶやきの中でなんか漫画をちょっと発表してて、はいはい、もう今多分125人のうちの人誰かが結構検索してくれてると思うんだけど、ね、ちょっとそれ待ちです。それ待ち、ここで検索してもいいんですよ別に。この PC で、この PC でできますよ一応。あとね、最近見つけたのが、まあ、教えてもらったんですけど、はい、ポジティブ占いっていうのがあって、はいはい、血液型と誕生日で、まあ、よかった文字が言葉が当てはまってて、はいはい、その自分のなんか前向きな言葉が反省するんですよ。前向きな、そう、ちょっとそれはね、ポジティブ占いで検索してくれれば多分すぐ出てきます。これはね、結構かっこいい言葉になるんですよ。あ、ポジティブね、ポジティブ占い、検索、ポジティブ占い、これもね、ちょっと誰が発表したのかよくわかんないんですけど、それかな、ちょっと違うかな、それじゃない。あ、これじゃないかな、ツイッターって書いてあるんで、あ、これハッシュタグっすわ、これハッシュタグっすわ、あ、これ A 型が不安や迷いがあってもって、1月は諦めないで、1日は苦しみの先へみたいな、そういう一つの自分の誕生日と血液型でフレーズが出来上がるという、はあ、で結構みんないい言葉になるんで、ちょっと朝見てほっこりしたっていう、はあ、なんか五七五の五句をなんか適当に並べて変な言葉になって笑うとか、そういう確定ではないですね。そう、変になるやつあるじゃん、はいはい、そうじゃなくてなんか前向きな言葉が完成するんですよ、うん、これを、うん、笑えばいい。これ言っちゃうと個人情報流通しちゃうけどね。なんか変な言葉にならないな、これ。そうそう、恐れない、苦しみの先へ、うん、そう、いい感じのセリフになるんで、いや、ぜひちょっと調べてもらいたい。ポジティブ占いの元が分かんない。そう、誰が作ってくれたんだろうね。どこなんだろう。センスいいよね、言葉のチョイスが。ハッシュタグだからね、これ。今、ポジティブ占いっていうのは、あ、これか。そう、ちょっと待って。血液型と誕生日で、一つのフレーズができるんですよ。ちょっとマッツンのは発表できない、ちょっと珍しくちょっとかっこよくなかった。しかも決定的方と誕生日であなたにふさわしい前向きな言葉を占います。占われましたね。もう前向きすぎてちょっと恥ずかしいぐらいの、これ英語にはなりたくないな、ちょっと英語も入ってんだね。リビン言わせるのはちょっと言わせる、これはちょっとやだな。これなんか寝たきり感がちょっと
かなり言葉のつながり的に元は他の言語なのかな、まあうん、そんなポジティブ占いがありますよと。これか、橋花の配信見てるといろんなことが持って帰れるなみたいなね。この人か、こんなストツーとあんま関係ないお話でした。こういう精神的なところがあの対戦には生きるんですよ。鳥かごにされても前向きに諦めない、飛びまくれ諦めない、キャンダード一つ駆け引き占いみたいな、あなたの誕生日で飛びましょうみたいな頑張ればいつか通るぞ、飛びが諦めない、何度倒されてもガードする。面白そうですねみたいな。これって 何を根拠に作るんだろうね。適当かな。適当なのかな。適当ってこともないんでしょうけど、だから世の中そんなポジティブだけで済むわけねえじゃないですか、実際に。ねえ、一つのさ、12キャラ選んでさ、12月みたいな感じ、勝手にさ、まあ俺8月だから剣を8月しようなんて言ってさ、そういったのみんな納得いかないでしょ一つのキャラって誕生日、あの、まあ、設定上の誕生日って全部バラバラじゃないですか誕生日もう何発表されてんのじゃないですかね、多分。へぇ、ちょっと見てみようか。これ、ベガ誕生日ってベガ誕生日ってあるから、あ、一応一つのベガの誕生日は、あ、一応ある。お、4月17日みたいですね。全部のキャラクターにちょっとベガのさ、あの占い見てみよう。でも、あ、誕生日前向きなベガになっちゃう。前向きなベガ。血液型、笑えばいい。ちょっと明日が変わるから血液型を調べないと。血液型も分かっちゃうの、多分あるんじゃないかな。ちょっと待った、A型の4月、不安や迷いがあっても笑えばいい。そうやってニュースって明日が変わるから、はあ、いい言葉だな。目が意外とすごいポジティブな感じになりましたね。明日が変わるって、そう、俺も頑張ってサドルの想像を続けていけば明日変わるんだと。まあ、不安や迷いなく飛べってことですよね、これは。そうですね、飛び道具ないから飛ぶしかないよと。背景と化したベガ、飛びを通せば明日が変わるというところで、飛びを通せばね、ダブル2まで入っちゃうと、それで笑えばいいと。そうそう入ったら笑えばいいんだ、笑えばいいと。まあ、他のキャラ見てみます、なんか。適当に他のキャラ見ましょうか。シリーズ
って初期が出てる、初期喋るからね。キャラクターだけ見てんだよな、普通で2だね、ゼロじゃねえんだよな。一番なんか荒れそうなキャラでも見るからね。A のキューブ。バイソンだと不安や迷いがあっても一歩踏み出す夢の途中、そんな感じになりましたね。とりあえずカメラさんは対戦がしたくなったというので、とりあえずあの対戦待ちの列に並んでますので、あのミルクたっぷりイチゴラテがまだ入ってるので忘れずに飲み干してくださいね。ミルクたっぷりがたっぷり入ってますよ。割とバイソンが結構前向きでしたよ。あの A 型の9月でこれ。不安や迷いがあっても一歩踏み出す夢の途中、バイソンなのに。B型の7。ちなみにサガットだとどんな壁にぶつかっても見失わない、眠れない夜があってもそんな感じになります、ね。こんなになった。ポジティブ占いからあんま変わってない。おっと、カメラさんがやってると思ったらなんか白くなってる。この件は色がいつもと違いますが、カメラ屋さんですね。
これね、さっきからね、カメラ屋さんのね、反撃がね、もうドン・キホーテもびっくりなんだよね。そう、激安の殿堂、ヘッドガードして探しオーパー終わりとかね。
Japan! Round 1, fight! Hadouken!24だがやっとまともになったか。